なんかちっちゃく書いてました。宇都城藩主の小西行長様、合ってます？え、あ、来てます、来てます、来てます、うん、来てる、大丈夫大丈夫です、もう一回ちゃんと、あ、はい、やってきてくださいました、宇都城城主の小西行長様でございます。楽しみですね。それでは熊本城おもてなし武将隊の皆さん、よろしくお願いします。いらぬ者、名乗りを上げよう。おう、我こそは筑前福岡黒岳藩僧、黒田官兵衛義高である。肥後国宇都城城主小西行長なり。わしが豊前国小倉城城主細川忠興と申しまする。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城をもてなし武将隊は、それでは先ほどに続き、今一度元気な挨拶を皆様方お願いいたしまするぞ。皆様方、こんにちは。こんにちは。さあ、天守閣から見ておるお客人、しっかりと口を開けてくだされ。ああ、だいぶ天守閣の方から手振ってくださっておるな、はい、元気な挨拶、奥の方々もな、先ほどよりか元気なかったからの、うん、元気な挨拶をお願いいたすぞ、はい、今一度、はい、皆様方、こんにちは。こんにちは。おー、素晴らしい挨拶じゃ、ありがとうさんじゃ、素晴らしい。ちょっといいですか、うん、なんじゃ、どうした、呼んでもないのに来たみたいなことを言ってましたけど、そう、それさっきもちょっと気になっとったけれどもな、呼ばれてきたんだけど、呼ばれてきたけど、この度あの桜、この小倉城桜祭りの、はい、運営をされておる方々は、うん、我ら2名での出陣だったと。いや違うのよ、なんかさっき聞いたら清正を呼んでたみたいで、うん、熊本城初代城主加藤清正殿を呼んどったけども、うん、で朝はなんで来たのって言われたんですよ、じゃあ関係者の方、関係者の方に言われたの、どういう教育したの、お主、わしの、わしか、わしが責められたの、お主上司だろう、なんでさっきあのわしらの舞台の時にすごい押しとったのに、わしを、うん、すごい手のひらを返したように、うん、お主のせいじゃみたいな感じ、確認したこと、細川子、なんで急にまたまた手のひら返して、続けて良いのか、本当に、うん、まあな、こたびはこの第14回小倉城桜祭り開催中でございます。そして皆様方、こたびは小倉城に足を運んでくださり誠にありがとうございます、ね、はい、我ら熊本城おもてなし武将隊、うん、肥後熊本からやってまいり申した。こたび集いし皆様方、我ら熊本城おもてなし武将隊を初めて知った、見たという方もおられると思う、故にまずはわしらのご説明を少しばかりさせていただきたいと思う。おい、亀殿、お願いいたす。承知いたしました。どこ見せたんじゃ、今、今ぼーっとしたように見えるけど、隣の小さなお子が細川殿の城の床にだいぶ水飴を落としておったよ。わしの領地が、いや、美味しいんじゃな、美味しいんじゃろな、もうわしもツッコミで喉が枯れそうなんじゃけども、大丈夫じゃ、こたびは祭り上な、細川殿も寛大な心でな、ああ、よいよい。では改めて、我ら熊本城おもてなし武将隊と申し、我らは今から約400年以上前、この日の本が未だ戦国時代であった安土桃山時代を生きた物の集団にござります。この当世によみがえりしは、熊本城初代城主である加藤清正殿を筆頭に計10名の陣形にて、熊本城下にございます桜の馬場城西園というところを拠点に、熊本の観光、そして文化、そして九州の魅力を日の本のみならず世界へと発信しとる次第にございます。こたび我ら武将隊のことを初めて見た、知ったという方、ぜひとも熊本城おもてなし武将隊で検索をいたし、そこにて我らが日々綴っておる武士の記録と書いてブログ、さらには当世のつぶやきツイッターというものも介し、熊本の観光の文化常に発信しておりますゆえ、そこから我らとの交流を深めていただければと思う次第にございます。さあ、こたびはこの豊前小倉の地、小倉城桜祭り3名の夫人に馳せ参じ申した皆様方、2回目の
この戦場、最後までよろしくお願いいたしまする。それでは早速この祭りを盛り上げるべく一つ目の演舞に移りたいと思いまする。一つ目の演舞、古年天通、皆様方とくとご覧あれ。いざ大分言葉重なってきたな。いやいや、なんか言おうとした。いや言おうとした。まずは一つ目の演舞、古年天通でございました。この古年天通がものすごいゆったりとしたる。ゆったり、それはな、ゆったりとした演舞であるけれども、もっと皆さんおるんだから、もっと盛り上がる演舞をしようぞ。いや、まず一つ目って言うたけどもな、二つ目これゆったりしてるとこう眠くなるからな。ゆったり、いやまあ
落ち着いた雰囲気も大事ではないか、雪の今の演舞はゆっくりしすぎよ、花見にはこれ花見をゆっくり見たいじゃろ。まさかのこの小倉の地で細川殿の演舞構成にこういう風にやってしたね。この踊りは勘弁様から教わったんだけど、いや、わしの悪口みたいにわしの悪口みたいに言うのないゆっくりだなと思いながら拙者習ってた。すごい不服なのか、もっと違うの、違うやつがいいのか。違うのお願いしますよ。あの代弁すると盛り上がる曲ということか、うん、盛り上がる演舞ということか。少し薬老の言葉に語弊がありもんすが、退屈すぎるこれは。退屈、語弊があるってカバーしようと思った、うん、だいぶ素直に言ったな、雪中殿。拙者の代弁をしてくだされ。いやいや、もう退屈なんだろもう手遅れじゃろう。待たれた、せっかくこのような祭りならば、薬老が言うように盛り上がる演舞も行った方がええかと思う。そうじゃな、はい、そう。ではこれよりは2つ目の演舞、うん、盛り上がる演舞でございまする。盛り上がるやつあったかところでいちいち噛みつくな落ち着け細川君続けて続けるにも できないじゃろうか、お主が言うとな、はい、では2つ目の演舞、胡椒風章。さあ皆様方手拍子だ、はい、さあ肥後の地熊本では我ら武将隊この胡椒風章で、はい、手拍子、はい、客人とともに、はい、戦場を突き上げていくものと感じ、はい、皆様方に手拍子というものをお願いしております。手拍子やお願いいたします。皆で一体となるぞ、はい、細川殿の言う通り。さあ小さき若君姫君、はい、大人の方々もさすが細川公楽しく参ろうではないか。花を様ともに盛り上げ、この花まつ桜祭り楽しんで参ろうと。いきますよ。温かき拍手誠にありがとうございまする。ありがとうございます。そしてのこたび多くの方々が集まり、そして写真機を構えておられる方たくさん見受けられるからな、これよりは記念撮影の時間を設けたいと思う。おいな、わしら今一度決めの構えをいたしまするゆえに、ぜひとも手元の写真機にて我らの写真を撮ってくださいということじゃ。うん、ぜひとも皆様方今一度写真機の準備よろしくお願いいたしまする。さあ、メートル大丈夫か。細川校、はあ、行きましょう細川校ですよお主の願いからこういう盛り上がる曲に偉いに息上がっとるじゃないですか。なあなあ、山の15キロあるからな、これ。さあ、天守閣から見ておるお客人も我らの姿ぜひとも撮っていただきたい。なんてなんて今ちょっとちょっと痰が出そうになったほら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 、もうお嬢様さあな、
皆様方、写真機の準備よろしいか。はい、それでは参る。参る。熱き思いを、はい、この胸に、うん、我ら熊本城をもてなし武将隊。さあ皆様方、よろしければ1枚2枚だけでも。そんな遠慮がちでどうするんだ、うん、10枚100枚1000枚たくさん取ってくれ。はい、取っては消し、消しては取って、よろしくお願いいたします。さあでは、わしらから向かって右手側に目線を配ってまいろうかな。はい、さあこちらの方々もしかと取ってな。そう、今取るんじゃ。今いいぞ、取ってほれ。だいぶ我らの戦場に近づいておるが、大丈夫でござるか。うん、いやか。おう、すごい、特別じゃな。もう来年の年賀状に使ってもらわないと我らも困るぐらいの距離でございましたな。ぜひ使ってくれ、初中見舞いももうじきじゃからな。さようにござる。今日は暑いからの。それでは反対側。はい、さあこちらの方々もしかと取って、いらなければ後で消せばよい。取れてよきものは世に流してくれ。ツイッターとやら、フェイスブックとやら、インスタグラムとやら、たくさんあるからな。細川港ナウですな、やはりね。そういうふうに言うの。細川港ナウ。ナウ、何が、なんだナウって。細川港、小倉ナウですな。小倉ナウっていうか。うん、そうじゃ。すごいな。皆様だ、どうつぶやこうと構わん、うん、写真撮ってつぶやいてくれということじゃ。では最後正面、はい、残り5秒といたそう。はい、では参ります。ごめんさま。さっきわしが言っとったのに出しゃばって。わしお主が言いたい。拙者が、いやいや、出しゃばってしまった。細川殿、わしは何も悪いことしてなんですからね。細川殿、拙者なんか、この戦場を荒らしておるのはこやつの家なのに。小倉城わしの家ならば、どっちが言うのか決めてくだされ。細川殿、わしがもう言う。はい、承知いたしました。残り5秒。はい、5、4、3、2、1、しまいでございまする。だいぶ汗おかきになって大丈夫ですか。あのな、こんなにするつもりはなかったんじゃけどな、わしな。これ何の汗ですか、これ。疲れじゃ、うん、ツッコミの疲れじゃ、多分。そうですか。まあな、ぜひ皆様方、まあ、笑顔になってくれたから嬉しいけれどもな。ありがたき、この後はな、我ら熊本城おもてなし武将隊は、はい、時間の許す限り、うん、おもてなしに出てまいりまする。お、個人で写真を撮られたい方は気兼ねなく我らに声をかけていただきたい。、うん、よろしくお願いいたしますね、うん、してこの祭りはな、うん、この小倉城桜祭りは明日また執り行われる。そして我らもまた明日1時から13時よりまたこの舞台にて演舞を披露いたしまする、はい、こちらもまた皆様方明日も参って共に楽しいひとときを過ごしてまいろうではないか。はい、こちらもよろしくお願いいたしまする、うん、それでは皆様方、この後も存分と祭りを楽しんでいかれよ。我々の演舞最後までご覧いただき誠にありがとうございました。勘弁様が行かないと。お主のが、いや、お主のが暗いが上なんじゃ。いや、拙者の方が暗いが上なんで、先輩ですか。もう上司が行くぞ。先に行っとるじゃないか。